吉田さん、年末だったんでおととい銀行の手続きに行ってきたんですよ、まあ、法人税の支払いとかなんやかんやったんで行ってきたんですけどもあのやっぱこうその支払いってのが ATM ではできなかったんでいつもね窓口でやるんですよ人が多くってまず駐車場駐車場開くのにまあ10分前後待ったんですよで車入れてで店内に入るとこう ピッッととチップ抜くじゃなないでですすかかそしたら待ち7人とかなってるんですよ結構待つなぁと思ってたんですけどもずっと待ってたんですよねで待ってる間に、まあ、書類も整えて出せるようにしといたんですけども出した時に「あこれはこういう風に変わったんでこう返してください」って言われて「分かりました」ですからねやり直すんですよで、まあ、印鑑こう押すところがあって未だにで印鑑を押すわけですよそしたらメガネをこうやって。 これは、ここはダメですね、とか言って、一見わからないんですけども、その印鑑の隅っこがちょっとね、盛り上がっていたかなんかで、ちょっとこう、解読難しいところがあったみたいなんですよね。でも、毎月毎月来てるんで、別に印鑑がどうでもあっても、僕本人でしょ、知ってるでしょ、って言ったら、うーん、でもちょっとすいません、できないんですよ、とか言って、印鑑もう一回すいません、とか言って、書類よくじゅちゅっと丸めて捨てて、またね、ず漢字の画数が多いんですよ、あの書類。一か,から窓口で書いて、 で、印鑑が今度押したらへくるから印鑑を渡して押してもらったんですよ。はい、大丈夫ですって感じで通ってそれがまたしばらく待ってね。で、えー、まあいろいろ手続きしてもらったんですけどもなんか手数料も取られてるんですよ。で、その時聞いたんですよ。も、ま、う、あ、ダメ元だったんですけどね。すみません、手数料ってかかってますけども僕の方が手数かかってるんですけどこれ手数料は僕が払うんですか銀行がお客さんに手間をかけて申し訳ありませんってか僕に払うもんなんじゃないですか って話したんですようーん、そうなんですけど、お手間かけて申し訳ありませんがって、ほら、お手間って言ったでしょいや、手間かかってますよ。いや、あなたは給料が出てるから、手間賃が入ってるでしょいや、僕、窓口に来て、預金をしてあげてるの、お金貸してあげてるのに、なんで手間賃取るんですか手数料なんで取るんですかいや、手数料くださいよ、こっちが手数料ね。さっきもやり直したじゃないですか。こんなどうでもいいことに、ハンコ一個押すのになんだかんだって言ったわけなんですよね。<笑><笑>これ、一度じゃなんで初めてじゃないんですよ。何度か行ったことがあってね。 すいませんって。手数料、確かにお手間をかけてもらったんですけども、手数料はお支払いできないんですよって。じゃあ、あなたが個人的に払ってください。って言ったんだけど。でもね、そういう言葉が通じる窓口の人だったんで、すいませんって言われてたんですよね。なん。かね、手数料って何なんだろうなと。いや、こっちが手数料くれよ、みたいなね。まあ、そもそも支払いに、 オンラインが使えないばかりか ATM も拒否しといてわざわざ手で書かしといて印鑑廃止のはずなのに印鑑も押させといて手間をかけさせてかけさせてしかも窓口に来るのってこの用事だけなんですよ <laughs> あとは全部ネットバンキングでやってるんでそこでね例えば何百円とかかかるのは別に行く手間がなくなった分だけ手数料を払うの送金手数料はね600円とか払うのは全然いいなと思ってるんですけども行ったあげく手間をかけて手数料まで取られるみたいな <laughs> 何なんだろうなとか思っちゃいますよね はいまあ、そんな感じでね手数料に突っ込むということでございました <laughs> まあ駿河銀行はね嫌だと思ったら別の銀行にすればいいんですけども駿河銀行で取引した方が一夜にして数億円の借金を負わされて自己破産に追い込まれるってことがねここ何年も続いてるんですよその方は多分今後銀行口座開くことができないっていう風なね本当究極的な状況に追い込まれてしまうんですよねうん 怖いですね。これは、やっぱあれですかね。ディープステートの陰謀ですかね。うん、言ってっい。